青森の青森の3日目に、ボール映れないから、どうやって映れるの。人参どのくらい？あ、危なかった。え、失礼。中国人いいね。ね、簡単も親切も両方ある。両方は日本は一個しかない。いる？芋いる？お芋好きにして、今回は野菜は自由で、けど合わなそうなものは禁止。昆布が一応どうかな、合うかな。かぼちゃ合うですか、みなさん。はい、リサちゃん、かぼちゃはいかがですか。合う、かぼちゃは4分の1ぐらいで。少し気持ちいい。
去野菜を。まな板もうちょっとこっち寄せていい？いいよ。入れていい？いいよ、入れて。1回目はまたやって。1回目は私、あ、私何もしてないや。あと私タオルとあれやね、大きいあのハンガーで。確かに自分はやってなかった。何？絶対全然それいいよ。まだ持ってたらどう食べるといいの？うん、柔らかくない？ん？柔らかくて冷たくなる。冷たいよ、硬さ。やらかいよ。やばいの？うん。名前。塩と砂糖少しね。あ、いや、タオル拭いた。全部入れていいよ。全部はあかんの？汁全部入れていいよ。あ、まだあるや。ちょっと作らなきゃか。何なんだ、もう一回作れ。適当でいいや、もう一回ね。このくらい？ていうか、塩、砂糖。入れた。さらに。
どうやって、あと形整えてどうやって開けるの、うん、もうちょっと硬くせえな。何を、あは、やめてよ、あ粉入ったどこに、やめてよ、あーあーあーって、どうやって硬くなるの、どうか分量しない、うん、入れてみる？この油でこの鍋やったらこれぐらいとしかできやん、うん、でも開けたら全部食べたらお腹壊しちゃう。